目隠しチェスを行うフィリドール、目隠しチェスを行うモーフィー、目隠しチェスは、プレイヤーが脳内のチェスボードを用いて、駒の位置を見られない状態で行うチェスの形式である。駒の動きは、棋譜を符号で述べることによって伝達される。目隠しチェスは、長年の間、奇跡的なこととみなされてきたが、今日では、複数の目隠しチェスを同時に行う者も,もいる。同時目隠しチェスでは、 通常、別の仲介者が双方の手を伝える。目隠しチェスは、チェスの歴史のかなり初期から行われていたと考えられ、サイドイブンジュバイルが中東で最初に行ったとも言われている。ヨーロッパでは、実力差がある場合のハンディキャップや優れた実力を見せつけること等を目的として行われた。ハロルド・マレーは、著書、チェスの歴史の中で、 二人の中央アジア人が並んで馬に乗ってバンと駒を使わずにチェスをする様子を記録している。ヨーロッパで最初の目隠しチェスのイベントは1266年にフィレンツェで行われた。1783年にはフランスのフランソワ・アンドレ・ダニカン・フィリドールが三人を相手に同時に目隠しチェスを行い新聞が報じた。フィリドールは眠れない時に ベッドの中でバンを想像することで、一人でに目隠しチェスができるようになった。1858年には、ポール・モーフィーが、パリで最も強い8人のプレイヤーと、目隠しチェスのエキシビジョンを行い、6勝に引き分けと、圧倒した。他に、初期の目隠しチェスの名人には、ルイス・パウルセン、ジョゼフ・ブラックバーン、初代世界チャンピオンのビルヘルム・シュタイニッツ等がいる。時期が下ると、 目隠しチェスの記録も伸びていった。1900年には、ハリー・ピルズベリーが、フィラデルフィアで20人を同時に相手にして、目隠しチェスを行った。その少し後には、ピルズベリーによって、目隠しチェス15試合と、目隠しチェッカー15試合を同時に行うという、珍しい記録が達成された。次に記録を大きく伸ばしたのは、チェコスロバキアのリカルドレキとロシアの世界。 チャンピオンアレクサンドル・アレヒンであった。1924年、アレヒンはニューヨークの荒幕ホテルでアイザック・カシュダンやハーマン・ステーナーを含む強者26人と同時に目隠しチェスを行い16勝5敗5引き分けであった。これはおそらくこれまで開催された目隠しチェスのエキシビジョンの中で最強のものであった。翌年2月には パリで1チーム4人の28チームを相手に行い、22勝3敗、3引き分けという結果であった。同年、レティは、サンパウロで29人を相手にして、この記録を更新した。1934年7月16日、アレヒンは、シカゴで32人を相手に同時に、目隠しチスをするという世界記録を樹立し、 結果は19勝4敗九引き分けであった。エドワード・ラスカーはこのイベントの審判を務めた。20世紀の残りの期間において一般的に知られていた世界記録は1937年9月20日にエディンバラでジョージ・コルタノースキーが13時間で34試合を同時に行い24勝10敗という記録であった。この記録は ギネス世界記録にも掲載されていた。後に、ミゲルナイドルフとヤーノシュフレッシュが記録更新を主張したが、コルタノースキーの記録のような適切な監視を書いていた。ナイドルフの最初の記録は、アルゼンチンのロサリオで40人の相手にし、36勝3敗、1引き分けであった。彼は、出身のポーランドから1939年の、 セスオリンピアードに参加するためアルゼンチンに渡り、ドイツ軍のポーランド侵攻を受けて同国に泊まっていたため、祖国の家族に彼の生存を伝えるのに十分な注目を集めるためにこのイベントを行った。1947年には、サンパウロでこの記録を45人に伸ばし、結果は39勝2敗4引き分けであった。しかし、ナイドルフは寄付を見ることができ、 またボードあたり数名の対戦相手がいたと言われていたためギネスはこの記録を認めていない。コルタノースキーはこのような条件なら100試合できると主張している。ただしナイドルフの記録を正当なものとしている情報源もある。ハンガリーのヤーノシュフレッシュは1960年にブダペストで52人と対戦し31勝18敗3引き分けの成績を残して この記録を破ったと主張した。しかし、フレッシュは試合中に口頭で寄付を確認することを許されており、さらに挑戦は約5時間という極めて短い時間で終わり、多くの短手数曲が含まれていたと言われている。1960年にはコルタノースキーはサンフランシスコで行って10秒の目隠しチェスを56人の相手と連続で行った。9時間にわたって行われ、 結果は50勝6敗であった。彼の得意技は目隠しナイトツアーである。2010年にドイツのマルク・ラングはゾントハイムで35人と試合を行い、23時間で19勝3敗13、引き分けの記録を残して欧州新記録を樹立した。翌年2011年には、ラングが再びゾントハイムで46人を相手に25勝2敗19、引き分けの成績を収め、 世界記録を更新した。2016年12月3日、ティムール・ガレー F はフィットネスバイクにまたがって目をマスクで覆い48人とチェスを行って35勝6敗7引き分けであった。目隠しチェスは競技力を高める方法として適度に推奨されてきたが1930年にソ連では健康被害の恐れがあるとして 同時目隠しチェスのエキシビージョンを公式に禁止した。ミハイル・ボトビニクも目隠しチェスに対して警告を行っている。目隠しチェスは通常にジスを行うよりも強い疲労感を覚えると報告されている。目隠しチェスは異常な視覚空間能力と記憶力を必要とすると考えられるため心理学の分野で盛んに研究されてきた。 1893年のアルフレッド・ビネイに始まり、チェスのグランドマスターであり、心理学者でもあるルーベン・ハインの1965年の研究がこれに続き、最近の20年間には、目隠しチェスの心理学実験を扱った科学論文が多数出ている。これらの研究は一般に、目隠しチェスに必要なのは、チェス選手が後天的に獲得した知識と心の目で、 視覚空間的な操作を行う能力の両方であることを示している。今日では一年中滅覚シチズの大会が開かれているが、その中で最も地位が高いのは2011年までモンテカルロで開催されていたアンバーチェストーナメントである。プレイヤーとしては、ウラジーミルクラムニク、ビスワナータン・アーナンド、アレクセイ・シロフ。 アレクサンドル・モロゼビッチ等が特に目隠しチェスが得意な名手として知られ、1996年から2007年までは交互にアンバーチェストーナメントで優勝していた。それまではレボン・アロニアンが3度優勝しており、2012年のスポーツ・アコード・ワールド・マインド・ゲームズで行われた目隠しチェスのイベントでも優勝した。エリオット・ハーストとジョン・ノットが2009年に表した。 ブラインドホールドチェス、ヒストリー、サイコロジー、テクニクス、チャンピオンズ、ワールドレコーズインポータントゲームズは、アメリカ合衆国チェス連盟等が主催した、フレッド・クレーマー年間最優秀チェス書籍賞を受賞した。ありがとうございます。